畑中達也は日本の俳優、タレント、大阪府大阪市出身、ドラマや映画への出演、企業 VP、モデルなどのマルチな活動を行っている。平成29年12月に所属事務所シンフォニアを退所し、現在はフリーで舞台などを中心にマルチな活躍をしている。高校を卒業と同時に芸能活動をスタートさせ、歌、ダンスを学び、 数々のステージを経験。2007年には雑誌ジュノンに写真を掲載される。2013年に初のオリジナル楽曲ラブソングス制作。初のワンマンライブも開催。同年に演劇も本格的に学び始め舞台も経験。それがきっかけで演じる楽しさを覚え、現在は映像演劇を中心に活動を広げていこうとしている。 マイケル・ジャクソンとビーズの大ファン。ビーズのライブは開催されれば、毎回参加している。ボーカルの稲葉光志さんを尊敬しており、トレーニングや喉へのケアの方法など、稲葉さんが行っていると知れば、すぐに自分の日々のプログラムに取り入れている。また、大のディズニー好きであり、かなりのマニアックである。YouTube には、ディズニーソングをカバーした動画を多数アップしている。 本人は否定しているが、潔癖症性格はポジティブ。ポジティブシンキングのことを略して、ポジキングという言葉流行らせようとするが語呂が悪いと、周囲に止められる。ありがとうございます。